特務艦隊は、大日本帝国海軍の部隊編成の一つ。日露戦争及び第一次世界大戦で、それぞれ一時的に組織された。日露戦争では、戦争後半の1905年1月12日の戦時編成改正により、特務隊が編成され、その後に特務艦隊と解消された。旅順行為戦が終結したため、 バルチック艦隊の来航に備えた組織再編の一環として実施されたものである。機関の仮想巡洋艦、対中丸以下、小船海装艦などの戦時特設艦船部隊の一部により構成された補助的な艦隊であった。第一次世界大戦末期、ドイツによる無制限潜水艦作戦が展開され、連合軍の輸送船団に被害が及んだことから、イギリスは日英同盟を理由に、 日本へ、戦団護衛部隊の派遣を要請した。海軍省は難色を示す、軍令部を押し切って、派遣に応じることを決定した。その背景として、日本陸軍のヨーロッパ戦線派遣要請や、混合型巡洋戦艦の対応要請を拒絶し、一方で、対価21カ条要求をはじめ中国への進出を推進してきた日本に対する不信感が、 高まっていたという情勢が考慮されていた。3個艦隊を編成し、イギリス勢力圏に派遣された。なお、いずれも特設の艦隊であるため、司令部を持たず、指揮官は司令長官ではなく、司令官である。第一特務艦隊は、インド洋横断航路の護衛を担当するため、航路の両端にあたるシンガポールとケープタウンに分散配置された。 イギリス帝国のアフリカインドオーストラリアを結ぶ重要な航路ではあるが、インド洋に拠点を持たないドイツにとって攻撃は非常に困難であったため、実戦の機会が特に少ない名目上の護衛艦隊である。1917年末に第三特務艦隊を吸収した。1919年にはインド洋護衛任務から外れ、同年12月1日をもって、 大陸中流部隊である第一県外艦隊に改編し、活動の場を様子交流域に移した。編成、編集歴代司令官、編集マルタ共和国旧英国海軍墓地にある第二特務艦隊戦墓地社の墓詳細は第二特務艦隊を、参照第二特務艦隊は地中海縦断航路の護衛を担当するため、マルタ島に派遣された。 オーストリア・ハンガリー帝国海軍の軍港があるアドリア海はオトラント海峡にて封鎖されていたがオーストリア海軍やドイツ海軍の潜水艦は隙間から地中海に出撃して通称破壊を実施していた。三個特務艦隊の中で最も危険な海域に派遣されたのが第二特務艦隊である。一年半の派遣期間中に雷撃を受けた駆逐艦。 坂木乗組員をはじめ78名の死者を出した。本艦隊の拙いが懸命な護衛は、連合軍諸国からも高く評価され、佐藤司令官は、各国元首から称賛され、越権を許可されている。1921年、摂政広人親王は、法王の際に、マルタ島の二特選死者慰霊碑への訪問を強く、要望した。編成、編集歴代司令官、 編集第3特務艦隊は、アンザック連絡航路の護衛を担当するため、シドニーに派遣された。ドイツ勢力圏外のオーストラリアを担当するための、実質1個戦隊だけからなる形式上の艦隊派遣である。他の特務艦隊に2ヶ月遅れて1917年4月13日、第4戦隊を解消して派遣した。わずか半年で、護衛任務を解かれ、 第一特務艦隊に編入されて解散した。編成、編集歴代司令官、編集、ありがとうございます。